今日なんとか勝ってね、首位を奪回したいと思います。今日勝ったら首位奪回できんねやんね。そう、勝ったら首位奪回できんねやん。同率首位なの。あ、同率なんか。あ、そう。え、こっちの方が試合が少ない。これあかんやろ。え、え、千葉ちゃんとデータちゃんと読んどいてよ、ほんまに。おっちゃんが頼りなんやから、こんなもんな。おっちゃんが頼りなんやから。はい、北野投手、ちょっと ほっぺたこけてますけど頑張ってもらいたいと思います。今日はまたご縁をね、試合中にね、なんとか、あの、昨日は無茶をしました。見てた？見た。バック転中か、なんかやけくそでやっただけやけど、なんかやったらいいかなと思って、無茶をしました。僕が無茶をしたらね、京セラドーム爆発しますからね。昨日なかなかせえへんかったけど、今日またでんぐり返り、そんなしょうもないことするかいな。またやりますから、また皆さんもご賞をよろしくお願いします。試合前ね、昨日ちょっと文句言うときましたよ、ロッテの。言うときは何、ガツン言うたりましたよ、そんなもんね。今日も言うたりました。あの、キムデジュン選手おったら、あの、何をはせよ言うて言うとくわ、一発ホームラン打つな、難しいよ。どうやって言い方教えてよ。ホームラン打つな言うても、はんはんはんって笑顔されて嫌やろ。そうやね。なんか教えて。韓流ファンの女性の方いませんか。キムデキムさんになんかええこと言うか、言うたら、韓国語しゃべれる方いますか。ゴーヤが聞いとんそれ、ゴーヤが聞いとんねん、おっさん、おっさん。はい、じゃあほんな皆さんも場内でまたお会いしましょう。開門は12時半11時半。あ、ごめんごめん、11時半や。もう11時半ですか。10分っすよ。はい、ほんなら開門前倒しします。はい、ゲート開けてください。あれ、セッション開けたらええやんな。あ、そう、皆さん中入んのはええけど、打撃練習やってますから、ボールの行方にはもう本当に気をつけてくださいね。ヨダとか言うな、今時。もうヨダの話は今あかんねん。言うてヨダはあかんでしょ。ヨダで盛り上がってもあかんやろ、そんなとこな。はい、打球の行方バーン来たらもう頭バン吹っ飛ぶからな。気づいた、あれ頭ないみたいになるからな。皆さん気をつけてくださいよ。はい、じゃあ女が、皆さん場内でまたお会いしましょう。小屋でした、バイバイ。勝たんでも、ま、勝たんでもまた来るよ。もう絶対ねえよ、ロッテに勝てると言って。勝たロッテに負けろって言うとって。今日は、あ、これマイク、石村さんと久しぶりでも持っていこうかな。今日は人をごねして、今日も